マックス・アマンは、ドイツ国の政治家。国家社会主義ドイツ労働者党の古参党員の一人で、出版全国指導者を務め、アドルフ・ヒトラーの著書、我が闘争の出版に関与した。最終階級は、新英隊名誉大将、軍人時代のアマンとヒトラー。ヒトラーの足元にいるのは、彼が、服すると名付けていた犬。 1891年11月24日、ミュンヘンに生まれた。1908年から1911年まで、ミュンヘンの商業学校に通い、以降は、法律事務所に勤めた。第一次世界大戦勃発後の1914年、バイエルン予備不評第16連隊に入営、終戦までに、順位へ昇進した。この連隊にはヒトラーも所属しており、 両者の間には面識があった。1921年10月、ナチ党に入党した。党員番号は、ヒトラー、ヘルマン・エッサーに次ぐ3番であった。その後、1923年まで、ナチ党機関士、フェルキッシャー・ベオバハターの商業担当を務めた。1922年には、出版全国指導者に就任、当出版会社。 フランツエア出版社の社長となった。ミュンヘン一期の際には、ヒトラーと共に逮捕、投獄されたが、アマンは4ヶ月半で釈放された。釈放以降もナチ党の出版全国指導者として、務めた。1925年、ヒトラーの著書を出版する計画に大きく関わった。ヒトラーは、獄中で、口述筆記した、この著書を、ビエラインヘルブやレゲー,ゲ,ーゲンリューゲ、 ダムハイトウンとフェイトと名付けたが、アマンは内容が固い上にタイトルが長すぎて売れないと反対した。そのため、ヒトラーが判決直後に書き記した文章から我が闘争と名付けられた。しかし、アマンはそれでも同書はあまり売れないと判断しており、当時の一般書の2倍の価格12マルクで売り出して資金を回収しようとした。 ナッチ島の拡大後はこの本の売り上げも伸び、アマンは、印税の管理も担当した。彼は、フランツエア社から出版される書籍の低下から、何パーセントかを確保し、私服を肥やしていた。1931年9月4日、フランツフォニエップと共に狩猟に出た際、アマンは、銃の扱いが上手でなかったために暴発事故を起こし、左腕を失う重傷を負った。 アマンは、ナチ党の拡大に、宣伝全国指導者、ヨーゼフ・ゲッベルスと共に、プロパガンダ面で大きな貢献をした。1933年のヒトラー内閣成立後は、帝国文化院参加の帝国新聞院の総裁に、任じられ、全ドイツの出版活動を取り締まった。また、1933年3月、ドイツ国会選挙で、 国会議員にも選出されている。1934年の長いナイフの夜では、突撃隊幹部エドムントハイネスの逮捕と処刑に、関わった。第二次世界大戦中の1941年には、新衛隊名誉大将の位を授けられた。アマンは、フランツエア社から本を出版していた、他の党幹部たちの印税も管理していたため、 党内での権力争いでも攻撃されなかった。戦後のひな地下裁判では10年の刑を受けた。1953年に釈放されたが財産と年金は没収された。1957年にミュンヘンで没した。ありがとうございます。